茨城を出る、1985年10月13日帯は、日本の俳優、茨城県つくば市出身、東京都杉並区在住、あだ名は、のりさん、のりを、のりりん、オフィス森本2部所属。かつてはアクトに所属し、2017年1月より、ハルクエンタテイメントに移籍、2019年夏頃に退所し、 フリーの期間を経て、2021年4月より、現事務所に所属した。2003年に、茨城県立下妻第二高等学校を卒業後に、上京し、専門学校武蔵のファッションカレッジに入学。カラーコーディネート3級、洋裁技術検定3級、販売士、検定3級の資格を持つ。専門学校卒業後は、美容院で働いていたが、2008年頃より、 パフォーマンス集団、東京パワーゲートに加入し、役者活動を開始、舞台を中心に出演していた。劇団所属時は、ペペという愛称だった。後に、活動の中心を映像に映し、2014年2月の医者料弁護士、第5話にて、スチールではあったが、これが、初めての本格的なテレビドラマ出演となる。同年5月の、 国悪願望第7話で初めてセリフ付きの役を演じ、信長コンチェルトでは歌詞役として出演し、初めてクランクインからクランクアップまで撮影に参加した。2015年公開の映画道しるべで映像作品では初めて名前付きの役を演じた。2017年2月、シシドカフカのミニアルバム、リュウエス収録曲、立ち上がれのミュージックビデオに、 シシドカフカの歌声にリップシンクして踊り狂う怪しいおじさんとして出演し大きなインパクトを与える。同年3月3日に開催された同ミニアルバムのリリースイベントや同年12月のライブツアーの東京公演にも出演しステージ上でパフォーマンスを披露している。2019年上田新一郎が監督。 脚本を務める小畜ブロードキャスティングのオリジナル映画プロジェクト第7弾のオーディションに参加。約1 5 1 0の応募の中から50人まで絞られたワークショップを交えた第3次オーディションまで残るものの最終の15人には残らなかった。しかしながら当時同事務所所属だった宮島サブローラーと共にメインキャストに近い立ち位置に加わることとなり映画スペシャルアクターズに 旅館の番頭役として出演を果たし、メインビジュアルにも、広瀬の姿が描かれている。2020年8月、東京都独自の芸術文化活動支援事業、アートにエールを、東京プロジェクトにて映像監督に初挑戦し、映像作品、帰る場所を制作。自身も出演している。同年11月13日、これまで、 本名の広瀬圭介名義で活動していたが、茨城を出る名義で活動していくことを発表した。特技は殺人、モノマネ、茨城弁。殺人の稽古風景は YouTube で確認することができる。茨城弁の方言指導の仕事に携わったこともある。濃い髭や眉毛を持った顔が特徴的。映画監督の福田美幸は、広瀬の顔を おもながの顔に余白がないほどパーツと毛をぎゅうぎゅうに敷き詰めたような印象的なお顔、画面にいるとつい目が行ってしまうほどの顔のうるささと表現している。ひげを剃った状態では過去にほんまでっか TV の再現 VTR で石原良純を演じたり笑っていいとものそっくりさんカーニバルのコーナーにデニス上野幸男のそっくりさんとして出演したことがある。 元々は、イラン人に間違われるほどに彫りが、深めの端正な顔立ちであり、ジュノンスーパーボーイコンテストへの応募経験もある。髭が濃い一方で、頭髪は20代後半から薄毛になり始めている。2015年12月にサンバリュ、コンプレックス応援バラエティみんなで悩めば、怖くないに薄毛に悩む人物として出演し、薄毛でもかっこいいと言われたいと告白。 薄毛の先人にアドバイスをもらうため、バイキング、古峠芸にと共に、街ロケを行った。実際の年齢以上に見られがちであるが、メガボルトで共演したシシドカフカとは同い年、映画で共演した大沢数人よりも年下である。性格は真面目で、年下の共演者にも腰が低く、謙虚で優しい。責任感が強く、人との関わりを大切にしているが、どこか抜けていていて、 頼りになりきらない面もあるという。ダンスやカラオケなどに対して、上手に歌いたい、かっこよく見られたい、モテたいと思ってしまい、かつては苦手意識を持っていた。知り合いのダンスチーム、ベアーナックルのメンバーに、適当に曲かけるから踊ってみてと言われた際に音に任せて、体を動かしてみたところ、すごく評価され、ダンスや芝居などについて、 かっこよく見せようとせずとも自分が感じたまま表現、すればだあれも何も言わないと気づき、きっとそれを喜んでくれる人がいると考え始め、自分自身のことも好きになっていったという。結果、シシドカフカのメガボルトのオーディションに合格したり、映画、スペシャルアクターズの主題歌の踊ってみた動画で、楽しそうに踊る姿を見せていたりする。2018年秋頃に父親に役者を10年にやった。 頑張ったと言われ、松竹ブロードキャスティングのオリジナル映画プロジェクト第7弾のオーディションに合格できなかったら役者を辞めるつもりだった。最終選考までは残らなかったため、一度は引退を決意していたものの、サブキャストとして映画スペシャルアクターズへの出演の声がかかり、役者を辞めることを辞めたという。2021年8月、初代店長ハブをとして、 茨城を出るをモデルにしたラインスタンプが、目黒区の沖縄料理屋、琉球食堂ハブとマングースによりリリースされている。広瀬圭介に関するカテゴリー。ありがとうございます。